はい、どうもエクストリームです。さあ本日はですね、一応僕ポケモンカードのしょぼいですけどコレクターとして、カードを集めているんですが、そんな僕がどんな感じにカードを保管してるかっていうのをご紹介したいと思います。で、主に使ってるのが今こちらに並んでいるやつらで、メインがですね、一番小さいぴったり入るのがこういうパーフェクトサイズで、ポケモンカードに関してはこのサイズですね、64の89、こちらもそうですね、64の89、これが、ジャストサイズ、ピチピチで入る状態となっております。こっちは普通に上から入れるやつで、今回ですね単品買いしたカードがありますので、ですね、僕の動画では恒例のううちゃんをやって購入したんですが、ううコレクターですけど、正直ね、ううはそんな値段がめちゃくちゃ高くないと、そういったカード、そこまで値段が高くないなっていうカードはこれ上側が開くやつ、ごく普通のスリーブですねにこうやって入れて、そういうそこまで価値のないカードは、これでもうあとはファイリングしてるような状態ですね。こういったファイルがありますので、この中に入れてる状態ですね。このカードも今回購入したんですけど、こういうのは、購入したところから、スリーブを出して、こうやってジャストフィットのスリーブを使ってくれてる方はね、そのまま使ってもいいんですけど、鉄壁とかではないんですが、やっぱり自分の新品のねスリーブを使いたいってことで、ある程度値段のいくやつ、こちらも買いました、このようにある程度値段のいくカードに関してはとりあえず送られてきた状態からスリーブを全部出します。こういう状態に、状態確認のために出すっていうのもあるんですけど、この状態から先ほど使った上が開くやつではなく、こちらサイドインタイプっていうやつが売ってるので、こちらを使います。このように横側が開きますので、横から入れていきます。で、この状態です。もう一つサイドインを使ったら、次はこちらですね、ワンランク大きいサイズ、僕が使っているのは66の91、こちらを使います。で、おすすめはこういうクリア透明のやつですね。で、何度か僕失敗しているんですが、こういうのでもクリアって書いてあるんですが、実際出してみるとちょっと分かりますか、このこんな感じで、先ほど出したのがこんな感じ、ほとんど一緒か、比べてみるか、分かるかな、ちょっと光の加減とかで、これいいね、こっちの方がねちょっと雲がかってるっていうかっていう感じで、なかなかね出してみないとわからない、クリアって書いてあったとしても開けてみないとわからないっていう商品がね結構あるので、この綺麗なねクリアを探し求めるのに時間を費やしましたね。それまでに結構いろんなスリーブを買ってしまいました。で、先ほどのこれは普通に上が開くパターンですね。で、これを入れてこんな感じですね。で、二重スリーブの状態、クリアなので結構ね、デザインが陰ることっていうか、ちょっと見にくくなることもなくいい感じになります。で、ここからなんですが、ものによっては今まで僕はどうだろうな、1万円とかいくカードはこのマグネットローダーですね、これ見えますかね、この金のところが磁石になってて、簡単に入れれるローダーですね、結構しっかりとしたに入れたり、今回からね
これが結構いいんですよ。フルプロテクトスリーブ、この UV85% ブロック、これがねかなりでかい。でこういうのに入れたりするんですが、ちょっと1個出しましょうか。さっきのやつから出すか。これね、出したのがあるんですけど、これね、でちょっとね、わかるかな、こうやって傷がね、初期傷が結構多いんですよ、海外の商品なんで。でこれまあ磁石になってます。ここに差し込むんですが、ただ問題がありまして、これ動画で伝わるかな、今こっち側はこの枠に揃えてます。でもこっちはね、枠にね入りきらないっていうか、オーバーしちゃってるんですよ。なのでね、ちょっとねグラグラ、こっちは止まるんだけど、こっちはねつるっていっちゃうんですよ。でこのローダーにもし入れる場合なんですが、1番のジャストサイズね、こちらにカード入れますよね。でこのローダー、まあ一重でちょっと不安なんですけど、ここに入れればもうがっちりもうぴったりのサイズになりますので、これであとはこうやって磁石で止めると、そうすればね横ずれもなくなります。こんな感じですね。今回おすすめしたいフルプロテクトスリーブ、こちらはですね、どうなってるかというと、これは日本の製品なのかよくわかんないですけど、カードショップに売ってるんですけど、ものすごく綺麗な状態です。海外製品とは違ってね。でここに引っ掛けがあるので、ここからパカッと開けます。これがねちょっとね地味に硬いんだよな。開けましたと。でちょっとした小話なんですけど、今こうやりましたよね。こうやるのはねなるべくやめた方がいいです。こうするとこっちにホコリがついて、こうやって挟んだりしちゃうんで、なるべくこういうの開けるときはこうパカッて開けて、まあホコリがなるべく入らないようにして入れると。だこういう状態で、特にこっちカード側の面でこういうところに置いたりするとホコリがすぐついちゃうんで、そういうのは注意です。こちらのフルプロテクトスリーブだと、この二重スリーブしたのがぴったりですね、入ります。ほとんどずれることもありません。でこの状態でパチッとはめますね、そうするとほとんどずれません。逆にこちらのフルプロテクトスリーブ、こちらのフルプロテクトスリーブに先ほどのこちらですね、一重の状態のカードを入れてしまうと、こんな感じでちょっとね余りがあるんですよ、このように。なのでこれでこうやってずれたりしてカードを傷つける可能性があるので、もう本当にね、自分がどのスリーブに入れるかによって、二重スリーブ入れるんだったらこのプロテクトにするとか、一重であればこういうローダーにするだとか、こういうのはしっかり決めて入れた方がいいと思います。細かいことではあるんですが、こういうことをね気遣うことによってカードのね傷を少しでも軽減できるので、そこら辺はしっかりした方がいいです。そして、僕が一番高いカードを入れてるやつがこんぐらいのスクリューダウンって言うんですけど、これもねウルトラプロって、まあほとんどね皆さんこういうウルトラプロを使ってると思うんですけど、こんな分厚いやつで、もうネジになってますね、ドライバーがいります。このネジはねあまり強く締めすぎるとカードをね傷めてしまうので、ちょっと緩めにネジをするのがポイントです。そして最後こちらですね、硬質カードケースと書いてあるんですが、こちらはねセリアとかダイソーとか今100円ショップに大体売っているんですが、何を入れるかというと未開封のパックや未開封のカードを入れています。例えばこの B7 サイズはこのように、クロバットボックスのやつから出る未開封、これを入れることが可能であったり、まあ、大体のポケモンの未開封のシングルカードはこの B7 サイズで入りますね。で今回一撃連撃のやつも
こんな感じで僕は入れております。 A6 サイズは何に使うかというと、まあこれをね、ゆとり持って入れるのも全然ありなんですが、ちょっとポケモンじゃなくて遊戯王になってしまうんですが、パックの未開封、シングルカードの未開封っていうよりは、パックはね、こういう上の部分があるので B7 ではね、入らないんですよね。なのでこの A6 サイズに入れて保存しております。最後、まあこういうスリーブなどに入れて、あとはどこに保管しているかっていうところなんですが、僕はですね、こちら、これがね、何かっていうと防湿庫と言います。湿度をね、調整してくれる、まあ、金庫っていうか、まあ、そういうものですね。今現在ちょっと開けてたんで51、湿度が 51%、 設定をね、カードだとなんか40ぐらいにしとくといいっていうので、まあ、これだんだん時間が経つと40ぐらいになります。例えば今暗いじゃないですか、こうやってライトもついてたりします。鍵もね、これついてて、で鍵を開けて、でこのようになっております。なぜこの湿度を調整する必要があるのかっていうのは、まあカードはね、やはり紙ですから、もう湿度によってね、ふにゃふにゃになったりしちゃうので、こういったところに入れてあります。まあ今回のマリーナのね、いろんなカードが入っております。でまあファイルごと入れたりもしてます。まあ、このようにプロモのファイルだったりで、まああとは先ほどの一番ごっついところに、このようにピカチュウ、アローラの仲間たち、でもう一個ピカチュウ、これもプロモですね。そしてガンバリーリエと、このように保存しております。まあこういった感じで、今開けてたんでまた59まで湿度が上がっちゃいました。まあこれはまたね、湿度が下がっていくので、こういった状態で入っております。まあそんな感じで僕のカードの保存方法とスリーブ、何を使ってるかっていうご紹介でした。それではご視聴ありがとうございました。